令和2年2月18日、阿蘇市内の牧の阿蘇中学校で、卒業を前に3年生の生徒が郷土料理作りに挑戦しました。これは阿蘇市食生活改善推進委員の協力で、地域に伝わる郷土料理を自分たちで調理して味わおうと7年前から行っているものです。献立は高菜飯とだご汁、それにチキンと野菜の香味ソースがけです。この日は3年生33人の生徒たちが郷土料理作りに挑戦。食生活改善推進委員のアドバイスを受けながら材料を切ったり、地域特産の阿蘇高菜を油で炒めたりしていました。そしておよそ1時間かけて高菜飯とだご汁、チキンと野菜の香味ソースがけを作り、生徒たちは自分たちで作った郷土料理を美味しそうに食べていました。この郷土料理作りはクラスごとに4回に分けて行われ、生徒たちにとって卒業前の楽しい思い出となりました。